はい、どうも、アベタツ TV のアベタツでございます。まあ、先日ですね、こちらのコーラ2種類をちょっと飲み比べてみたっていう動画をね、ちょっとあげたんですけれども、今日はこのね、コーラ2つあるじゃないですか。混ぜたらどうなるっていう疑問が生まれたんですよ。で、今日それをですね、試してみたいなと思います。で、どうやって試すかっていうと、まあ、ただ単純に混ぜてやるっていうよりかは、どの比率がまともに飲めんだろうみたいなっていうのをちょっとやってみたいなと思って、まあ、3種類のこう割合を作ります。で、まあそれ飲んでって、これだったら飲めるなとか、まあこれ超美味しくないなとか、まあ全部ダメだなみたいなのがあるかもしれないんで、まあそれがどうなるのか、ちょっと検証してみたいなと思います。はい。3つね、用意しました。1つ目は1対1の割合で混ぜます。この残りの2つに関しては、2対1の割合で混ぜるんですけど、まあそれぞれ、クリアライムにコーラフロート1っていうのと、コーラフロート2っていうのと、ライム1っていう感じの割合で混ぜてみたいなと思います。はい、ちょっと透明で分かりづらいんですけど、ちょっと1個ずつじゃあ作っていきたいなと思います。で、まずね、クリアライム2フロート1っていう割合で作ってみたいなと思います。2ね、ここら辺にしときます。だからここら辺までいきます。うおー、はい、入りました。だいたいこんぐらい。はい、なんかね、ジンジャーエールみたいな色になってる。じゃあ次逆作りましょう。いきます。入れました。 OK、 入った。やっぱちょっと濃さ変わるね。すごっ。これじゃあこんな感じね。はい、できました。はい、最後1対1の割合で混ぜてみたいと思います。ここら辺か。残りの分ぐらい入れます。どう？あ、いい感じ。お、すごっ。わかるかなこれ。すごい。あ、でもわかるか。色が3つとも全然違う。真ん中が1対1で、こっちがクリアライム多め2対1で、こっちがコーラフロート多めの2対1って感じです。全然濃さが違う。どういう味になるのか、ちょっと飲み比べ検証してみたいと思います。はい、というわけで飲んでいきたいと思います。じゃあまずは2対1からちょっと飲んでいこう。じゃあクリアライム多めからいきます。匂いはね、あんまり美味しくなさそうなコーラの匂いがする。ビレバンとかで売ってるなんかおふざけコーラの匂いがする。いきます。あー、美味しくねまこれはね、多分クリアライムが味薄かったりするから、コーラフロートの味を単純に薄めちゃってるんだよね。なんか安いコーラの味がする。これはちょっと美味しくないですね。じゃあ次、こちらコーラフロートが多めの2対1。まず匂いから。あー、これもなんか匂い似てるな。でもさっきよりかはコーラフロートの方が多いから味は濃いとはず。いただきます。ん？あれ？え？コーラフロートがどっか行った。コーラフロート感だったりとかライム感っていうのが一切なくなってかき消された。普通にうまい普通にうまいクリアコーラみたいな感じの味でした。これまだ飲めるな。全然飲める。これは良き。じゃあそして最後、これ1対1の割合です。これちょっと怪しいんですよねまあちょっと怖いんですけど、まあ、飲んでみたいと思います。匂いから、まあ、匂いは一緒だわ。いただきます。お、完全にこれあれっすね。クリアライムが強すぎる。こいつ強い。コーラフロートの味をね、1対1でもかき消す。まあ、ほのかーにするんだけど、こう、うまく中和して、この2つがうまく中和して、なんか普通のコーラみたいな味になっちゃう。ただね、あんまり美味しくはない、これは。なんて言ったらいいんだろう。なんかさ、絵の具とかでいくとさ、いろんな色こう混ぜるじゃん。で、最終的に黒になるじゃん。なんかそんな感じ。なんかもう、結局何混ぜても、結局コーラはコーラなんだっていう、そういう結果ですね。最終的にこう混ぜるのは、美味しくないですはい、というわけで3つですね、こちらの2つのコーラを混ぜてみたっていう、まあ、動画なんですけれども、まあ、今回って組み合わせがちょっと良くなかったのかもしれないんですけど、混ぜるのはあんまり良くないっていうのが分かりましたので、まあ、皆さんはね、ちょっと絶対に混ぜないでください。まあ、気になる方はちょっと混ぜてみてもいいかもしれないんですけど、あんまり混ぜるのおすすめしません。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。